現在アメリカの人口 40% 以上の人々は肥満とされています。そんな世界一肥満の人口が多いアメリカにて、6年連続アメリカ1位の肥満都市になった町があるとのことで、その実態を確かめるべく訪れてみたいなと思います。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はですね、アメリカ・テキサス州マッカレンっていうところに来ております。ここマッカレンはですね、全米一肥満率が高い町ということで、人口約15万人いるんですけど、成人 44.9%、約2人に1人が肥満体型ということで、まあその影響で心臓病、あと脳梗塞、2型糖尿病、様々な癌を引き起こす可能性があると言われてて、まあ人口の 30% の方が高血圧、 25% の方が糖尿病、 36.9% の方が健康障害で、まあ身体的活動ができないということで、もう深刻な問題を抱えている町なんですけど、こんなね、世界一、肥満率が高いこのマッカレンという町はどんなものなのかというのをね、今回見てまいりたいなと思います。はい、皆さん、ここマッカレンはですね、やっぱりテキサスの一番南っていうことで、メキシコに近いからね、メキシカンカルチャーがですね、かなり入ってきてるなって感じですね。で、アメリカですね、皆さん2ヶ月滞在したんですけど、もう一番心配してるのが自分の健康状態。まあ僕ね、車の中に住んでるんで、なかなかね、完璧に自炊できる環境じゃないんで、よくレストランとかね、カフェとかに行ったりするんですけど、まあ僕のね、お腹の中はですね、アメリカンサイズめちゃめちゃでかいから、M サイズでええわと思って行くんですけど、実際レジの前に立つとですね、L サイズ、LL サイズに繰り上げるんで、20セント、40セントでできるんです。めっちゃ安い。なんで、すごいお得感があるんで、ついつい M サイズでええと思っとっても、レジの前行っちゃうと、L サイズ、LL サイズにしちゃうっていうね、環境ですね。やっぱアメリカはですね、物が多ければ多いほど、すごいお得感が得れるっていうシステムなんで、まあ、それについつい負けちゃって、食べ過ぎ、飲み過ぎの現象が起こっちゃうっていう環境ですね。で、もう一つにですね、アメリカライフですね、もう節約しようと思えば思うほど不健康になっちゃう、お金ない人は不健康になっちゃうっていう、もうシステムだなってめちゃめちゃ思います。まあ皆さん、バーガーキング一体いくらだと思いますか？1セット1600円ですよ。で、僕もですね、めちゃめちゃ高いし不健康やから、やっぱスーパー行って買い物して自炊せやなと思ってするんですけど、スーパーでもめちゃめちゃ鬼高い、特に健康的な食べ物を買おうとすればするほど値段が高くなっちゃうっていう環境なんで、結局ですね、スーパー行っても冷凍食品とか買うようになってしまうっていう環境なんですね。なんで、もう冷凍食品食べるぐらいやったら、もうやっぱバーガーキングとかそういうね、テイクアウェイ行こうかっていうね、なんかその環境に、個人的なね、僕の車の中に生活してる環境からでは、すごいそういう環境になりやすいって感じですね。今回はこの街の食生活を実際に体験するってことで、昨日地元の方から聞いたら、普段食べてるものをですね、この日本人が食べてみたいなと思います。はい、まずはですね、朝食を食べる前の準備運動としてくるお店がここみたいです。で、アメリカのですね、平均的な朝食のカロリーはですね、1000キロカロリー以上ということで、まあ Google 先生にですね、世界で最も肥満の人が多い国はどこですかと尋ねてみたところ、1位はですね、アメリカの約7800万人で、2位はですね、中国の約4600万人ということで、で、人口の数関係なく肥満率はナウル共和国っていうところが1位らしいんですけど、まあ先進国の中ではアメリカがぶっちぎりの1位っていう感じらしいです。はい、ということで皆さん、これがですね、朝食前の準備運動らしいです。すごい甘そうですね。いただきますか。はい、まずはこのお店で一番人気のパンプキンスマッシュっていう飲み物みたいです。すごいですね。これでも一番小さいサイズにしてくださいっていう感じで頼んだのがこれです。うん、すごいカロリー高そう。甘っ。なあ、もう砂糖飲んどうみたいな。何キロカロリーあるのこれ。で、この甘いのに一番人気なのが、またまた甘いアーモンドのクロワッサンです。すごいなこれ。うわー、中も見てください。シュガーまみれです。砂糖まみれやな、これ。うん。もうこのためにですね、昨日あんま食べてないんで、今日のために、今日は食いますよ、この、マッカレンと同じ人の食事をするんで。うん。甘い。
で今ちょっと調べてましたらですね、米国ではですね現在5人に2人が、肥満体型ということで、まあ、国の調査 の BMI 数値によるとですね、まあ、2000年の時はですね約 30% の人が肥満体型、その中でも深刻な肥満と呼ばれている人が、まあ、4.7% だったらしいんですけど、2020年に調査したところその率が上がってまして、肥満と呼ばれる体型の人は 41.9% 約 10% 上がって、その中の深刻な肥満と呼ばれている人も倍の 9.7% まで上がったみたいです。ということでですね、10年後にはですね2人に1人が肥満体型という感じにアメリカではなるみたいです。で、まあ、人種によっても違うみたいで、特にヒスパニックと黒人の方がその率が高くてですね、アジア系の人はその率がかなり低いとも言われているみたいです。続きまして、地元の方に教えてもらった朝食メニューナンバー2ってことで、So what's the most popular? Sir, I would say our strawberry swirl, our key lime, our pumpkin since we are in season, and then you choose. our pecan caramel. はい、ということで、朝食から1時間が経ちまして、ちょっと急速に、ケーキをいただきたいなと思うんですけど、いや、これは糖尿病なるわ。糖尿病の率もですね、10年後には 20% を超えるみたいです、アメリカ人。いや、それはいかついわ、見てください。これですよ、このケーキですよ。こんなん食べちゃってるんですか、みんな朝から。甘っ、すごいな、さすが全米一の肥満の都市。はい、ということで皆さん、続きましてやってまいりましたのが、地元の方に教えてもらったメニューにですねあった朝食、まあ一応ですねなんかブランチ的な感じでみんなこう食べに来るみたいなんですけど、まあここですねブフェットスタイルになってみたいで、なんか結構地元の人はマクドとか行くより手っ取り早いブフェットでお腹いっぱい、お腹の食欲を満たす方が主流らしいんで、ちょっと行ってみたいなと思います。はい、ということで皆さんやってまいりました。頼んだものはこんな感じです。ピッツァ2枚とサラダでございます。他の人はもっともっと頼んでるような気がしました。頼んでるというか取り放題なんで、いやもう僕朝あれ食べてからもう2時間ぐらい休憩して、まだ全然お腹空いてない状態なんですけど、これがですね、まあ、ブランチみたいな感じでみんな食べられてるということで、いやでも12ドルで食べ放題って結構お得ですよ。アメリカにしたのも初めて知ったんですけど、うん、でこんな感じですね、ジュースも飲み放題でございます。ソーダ、コカ・コーラ、いろんなものがあります。で、まあ聞いた話によると、このマッカレンでの一番の問題はですね、人口の 50% の人たちが自分たちの食生活について、不健康と思ってないらしくて、で、平均的にですね週4日、みんな外食してるみたいです。で、まあ聞いた話によると、住民のですね約 50% の人、半分の人がですね歯とか歯茎に問題があったり、で44歳以上の 11% の人が本来ある味とか、匂いを嗅げない状態になってるみたいです。で、その中の 4% の人がですね甘いとか酸っぱいとか辛いとかっていう味覚も障害があるみたいです。いやでも分かるような気がします。こんなね朝ものすごい甘いもの食べて、で今ねこんなピッツァとこのたっぷりね、なんかあのシーザーサラダ、めちゃめちゃ濃い口です。こんな濃い口のもんを毎日毎日食べてると、やっぱりこの舌の感覚とかもおかしなるってなんか分かるような気がする、食生活ですよね。So I just met one guy. So what's your name, brother? My name is Arturo. Arturo? Yeah. So Spanish name, right? Spanish name. Yeah. So I want to ask you the interview here. Why do you think obese ranked one in our cities? I think a lot of the obesity comes from our time. Like we don't have a lot of time when we're working. Yeah. Most of your meals that you're going to get here is greasy foods for $1 to $5 to $10. That's worth spending so then we could save money, and then but we don't care about our health, right? We care about saving money. If you want to try to be healthy, you need the times first and you need money, right? Yeah.肥満に苦しまれている方をサポートされている専門家の方にマッカレンで起きている現状を聞いてみました。Do you think why here is called obese capital, you know?
Yeah, so I think right now we're the number one most obese place in the United States. So I think a big contributor to that is that we are so close to the border of Mexico. Okay. We have a lot of families that come to work here, to start a life here. Mm-hmm. So we have a very big level of families that live below the poverty line, mm-hmm. that don't make a lot of money. So for them, their priority is just to have food on the right. table. Their priority is not to eat healthy, mm-hmm. to exercise, to pay for the gym. Mm-hmm. Their priority is to pay the bills, mm-hmm. to try and make sure that their children are eating, mm-hmm. Trying to get them to school, gas, all that kind of stuff. So their priorities are focused on their family and trying to survive, not on taking care of themselves and taking care of their health. Oh!もうお腹がはち切れそうでございます。昼でギブアップしそうなんですけど、いや皆さんものすごい世界じゃないですか。数百年前まではどちらかというと裕福な人ほど肥満体型だったにもかかわらず、現在は真逆というね、貧しい人ほど肥満体型というね。いやー、数百年前考えてみると、現在僕たちとんでもない世界に住んでると思いませんか。はい、ということで皆さん、 What's your name, brother? David Norick. DavidYes, nice、David. To meet you, Raza. So, nice to meet you, you're from here? I'm from McAllen, Texas, yes. Okay, and what do you do? I am an author. I wrote a children's book right here. So, the purpose of this book is to teach kids about healthy eating. And I wrote this book after my brother died from diabetes and my sister died from diabetes. Oh, your brother and sister already. Yes. Sorry to hear. Thank you. Yeah, so that's why you started doing those kind of jobs. That's what I started doing this. And what's very unique is inside the book, okay. there's exercises in the book, like in these pages.There's exercises, so kids have to exercise during this page. So when kids read the book, mm-hmm. they have to do exercise. They get an exercise workout. Okay, so you are trying to educate the people. Yes. Right. Yes, because I mean, we live in McAllen, Texas, which 6 years in a row, the most obese city in America. Six years. Yeah, so yeah. do you think what's the issues? Really? I think it's the culture here, culture, okay. being so close to Mexico. Mm-hmm. The Mexican food here, it's very delicious, but it has a lot of fats.Okay. And growing up, I know at least for me and my family, you know, they want us to eat everything on our plate. Okay. You know, we have to finish everything. That's a culture. That's a culture thing. Right.この町には住人が気づかない食に関する深い闇がたくさん潜んでるとのことで、彼に案内してもらうことに。Okay, so first place we came, it's like obviously people normally come here? Yeah, this is a bakery.A bakery. Okay. It's very popular here, especially in the Rio Grande Valley, okay. where there's all kinds of sugary baked goods here. They're very good to eat, but they're very, very unhealthy. High in sugar, a lot of bread, and in fact, lard is used to make some of these pastries. The U.S. government or the Texas government provides people with the EBT card or SNAP card so they can use the government assisted.Funds to buy some of the things in here. 10, 20 years later, it's gonna get sick and then you're gonna have to go to the hospitals. That's exactly right. And people don't think about that when they're eating it, but 10, 20 years later, when their bodies are really sick, you know, they can look back and say, wow, I ate so much of this and yeah. Let's go have a look. Let's have a look. And so here, like, we have You can tell that these potato chips are from Mexico. And the reason is what the country of Mexico is doing, for example, here, they're putting warning labels. What's that? Warning labels. Like this one, it says that these chips have exceso calorías. That means they have a lot of calories. It also has exceso sodio. Okay. It has a lot of sodium in it. Okay. And so they're warning people, be careful because eating too much of this can be very bad for you. Okay, so only Mexico has these laws and the US? Only Mexico. What about the US? No, the US does not have these kinds of warning labels. Okay, so Mexican government, they think it's very dangerous. The Mexican government is doing their part to inform their people of how dangerous and unhealthy these are. Mm-hmm. And in fact, during the COVID-19 pandemic, some states in Mexico made it illegal for kids to go into a store and buy something like this because it was so unhealthy and so dangerous. Yeah. Their parents had to go buy that. So in Mexico, one of the big differences is that they use real cane sugar for their products. Okay. Where in the United States, you know, they don't use real sugar. They use like a sugar substitute or something to give it that different taste. And if you taste
like a Mexican soda and if you taste an American soda, you can tell the difference. Even same Coca-Cola? Yes. Wow. Yeah, there's a difference in the flavor. During the COVID, a lot of people had issues? Yeah, it was mainly, I think it was over 70% of fatalities with COVID either had diabetes or some kind of obesity related illness. Mm-hmm. So there's a direct correlation with obesity, diabetes, and illness like COVID. Because during the COVID, a lot of people died here? Yes. Oh yeah, because of the obesity. Well, that was a big factor. Wow, yeah. That's very darkness. Yeah, yeah, it is. Yeah. Scary. This is a big culture here. Yeah, they buy a lot. They buy a lot. They buy either a bag full or a box full and box they take full? It home. Yeah, no, a box full. They have boxes down here where you can get a box. All right. And then you fill it with all these pastries and then you just go home or take it to work. Eat it all day. Eat it all day. はい、ということで皆さん現在ショッピングセンターにですねサングラスを買いに来たんですけど衝撃的なものを発見しました。見てください、ショッピングセンターにはこんな感じですね、バイクみたいなのがあって、まあ、1日39ドルで借りれてで使いたい放題ということで結構数多くの人がですねこんな感じで、バイクに乗って移動するみたいです。 So do you think the people using that motto to shopping than stuff? Yeah, they tend to use itIs that quite common? Yeah, it's quite common, yeah. はい、皆さん現在スーパーマーケットなんですけど、こんな感じで誰でもですね、スーパーマーケットでこんな感じで運転してショッピングできるって感じですごくないですか？スーパーマーケット入ってみますか、これで。笑われるんちゃう？ハロー。ハロー。で、こんな感じで止まって、自分の欲しいものを取って入れるだけです。Thank you very much. Thank you. Thank you. はい。で、まあこんな感じでですね、ショッピングに一切歩かなくていいっていう感じですね。さすがアメリカ一肥満の多い街ですね。もう運動が全然しないって感じです。So next we come here, what's that here? This is El Papa Taco, and here in McAllen, Mission area, the Rio Grande Valley, tacos are king. Everybody eats tacos here. It's fatty, it's greasy, something that's very unhealthy for us. Okay, so that kind of unhealthy food before we went to the sugary place, that yes. get addicted easily or no? Very easily. Ah, yeah? Yeah, very easily. Okay, so let's have a look, yeah. So now, Papa Taco. Oh, you don't want to eat?No. I'm just going to drink water. Yeah, Why? There's nothing here that I can eat that's good for me, for diabetes. You're trying to diet too? I have to. I've lost about, I think like 65 pounds since I became a type 2 diabetic. Oh, okay. Yeah. I have another older sister right now. She's gone blind because of diabetes. And I have another sister. She's diabetic. And she went to the doctor and they prescribed her some pills. Mm-hmm. And then that was causing her to feel a certain way.So she went back to the doctor and they gave her other pills mm-hmm. to add to those pills and that made her feel bad. So then they gave her some more pills and I want to try to reverse my diabetes without any medication. And the people feed you very unhealthy food and make them people go to the hospitals. And exactly. Nice. So I'm trying to do it by exercising, by changing the way I eat. Mm-hmm. For me, the like a soda, that was very hard for me to give up. That was for me that I would...maybe like one or two a day, every day, soda. And it was doing bad for my body. Yeah. Yeah. So, 皆さん、この一つのタコスがなんと500カロリーあるみたいです。ということで、2つ食べるだけで1000キロカロリー。で、大抵の人は4つ食べるんで、それだけで2000キロカロリー。It looks smaller than don't have a calories. It has a lot. And that's without the drink. Without drinks, yeah, exactly. Wow.Tastes so good though. Very good though. Yeah? Mm-hmm. It's delicious. Delicious, yeah. It's very unhealthy. Dangerous, right? calories and 1,000. So 1,150 calories I'm getting. And then the beans. I don't know how
quite a lot. 1,500 I'm getting now, yes. One meal. Wow. which should be for the whole day. Whole day, yeah. But I feel like it's delicious, so I could eat more, you know? Yes, mm-hmm. And people do. So people are eating an average of 2,000 calories per meal. Scary. So here in the US, I hear, you know, going to the hospitals and those kind of things, so expensive. Very expensive, so yeah. Yeah, very expensive. Yeah, so what they do here, that, you know, they get obviously like an obesity program that they go to the hospital, right? I mean, you're going in with all these issues because of obesity, because of our diet, right? People are going in with diabetes, hypertension, high blood pressure, heart problems, yeah. All kinds of issues. Yeah. And it all goes back to what we're eating, how much we're eating. And the insurance is just so much. You go to, you know, you stay one night at a hospital, you're going to be spending $2,000, $3,000. Per day? Yeah, per day, just for that. And so there's a lot of money that's involved in all that. So what they do instead of going to the hospital, because maybe they can't afford that, right? Yeah. You know what? What's very sad is if you can't afford it and you don't have insurance or you don't have Medicaid or Medicare, you don't do anything. You stay home. You don't go to the hospital because... waiting for die. Yeah. So what are they going to do? I can give you my example, which for me, it was too expensive to get on insulin, to get on... medication like metformin, to go to the doctor every month. So I said, okay, what can I do? I can change the way I eat. I can go, I can exercise more. I can change, you know, my daily activity, and I can try to heal myself the natural way without having to spend thousands of dollars to stay on pills. And I tried that in the beginning. Those pills would just make me more sick. Oh yeah. Yeah. And I'm thinking, why do I want to take something that's going to make me more sick? Right, I just do it naturally, try to do it naturally, and then go from there. Kind of like sounds like medicine companies, you know, just trying to make money. I hate saying that, but I think that's true. You know, there is so much money in the pharmaceutical market that, you know, people are making millions and millions of dollars from all this. Yeah. で、アメリカですね、こんなに大きく問題になってる肥満問題、何も食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足だけが問題じゃないと専門家の方に教えていただいたんですけど、その背後にはものすごいでかい闇が潜んでると。それはですね、アメリカの食品メーカーだそうです。アメリカのですね、食品メーカーのマーケティングの技術はかなり優れてるみたいで、元大手コンピューター、全く食品と関係のないコンピューター会社の優れたマーケティングの人が食品メーカーの中に入ってきてるっていうのはかなりアメリカでは有名な話らしいんですけど、アメリカのですね、食品メーカーのマーケティングの技術はですね、100年以上蓄積されたマーケティング技術が入ってるっていうことで、そんな優れたマーケティング技術を持つ食品会社がかなり多いと。で、その食品メーカーが狙ってる人物こそが恐ろしいです。なんと子供たちを狙ってるみたいです。なんでアメリカのですね、子供向けの番組のスポンサーにですね、食品メーカーの会社が数多くいたりですね、ファーストフードチェーン店の会社が多くスポンサーについてコマーシャルで子供たちを狙い撃ちにしてるみたいです。で、なんで子供たちなのかというとですね、子供たちはですね、味覚が成長過程ということで、その子供たちにですね、ファーストフードの味とかですね、刺激が強い味を覚えさすと、もうそこから抜け出せない。しかも子供たちはですね、これから50年、60年、70年と生きていく中、大きな長期な顧客になるということからですね、子供たちが現在アメリカでは狙われているそうらしいです。恐ろしい。もうその話聞いた時はもう鳥肌立ちましたけど、でも皆さん考えてみてください。現在世界でナンバーワンっていうのはアメリカでございます。そのアメリカのリアルがこれでございます。そうなると他の国はどうなんでしょうか。僕は他の国のことは全く聞いてないんでわからないんですけど、もしかしたら日本そんな風に食のシステムがなってるかもしれないです。いやー、恐ろしい世界だなーって、なんかこのね、アメリカに来てそのね、食品の話について聞いて思いました。皆さんどう思いますか？はい、ということで皆さん、やってきたのが3時のおやつ、アメリカで有名なジャックっていうドライブスルーでございます。
はい、ということで皆さん来ました。エッグロール、なんかこんな感じで、これ3つ、大抵の人は3つ頼むんですけど、僕もお腹いっぱいなんで1個だけ、なんか春巻きみたいな感じで、なんですかね、揚げてあるって感じです。で、ソース付き、ソースもスイートチリソースです。春巻きや。脂っこいなぁ。ほんまなんかこの町に来て、いかにですね、現在あるこのドライブスルーって普通ごく当たり前のことじゃないですか。それがいかに異常なのか、100年前とかに比べて。もう、獲物取るか取らへんで、死と生の瀬戸際のね、生活をずっとしてたにもかかわらず、今やなんと3分で、ご飯が食べれると。逆にすごい世界じゃないですか。で、これも聞いた話なんですけど、アメリカの肥満の別の原因として、まあ、正しい食育がないと、まあ、例えば日本やったら学校給食を基盤に、まあ、小学校の時から、ありとあらゆることを、勉強してたと思うんです。まあ、気づいてないですけど、まあ、僕も小学校の時にトマト育てて、で、それを自分で食べてとかね、もう知らず知らずのうちにいろんなことを勉強してたと思うんですけど、まあ、アメリカにはそういうね、食育のシステムがないらしくて、アメリカの子供の中にはですね、人参とかブロッコリーとかその他野菜が、それが何なのかってわからないまま成長して大人になる子供たちもいるみたいで、まあ、そういったアメリカのですね、食育のシステムの存在がないことから、正しいですね、食習慣を身につけることが難しい。それもアメリカのね、肥満の別の原因としてあるみたいです。I used to be a school teacher and my kids a lot of times would come into the morning with a bag of potato chips or a Starbucks frappuccino, you know, very unhealthy, a lot of sugar. There's a lot of studies that show that, you know, when kids come in and they come in on a sugar high, they have trouble concentrating.Their grades suffer, behavior problems. I'm getting my master's right now, and then I'm doing a big project showing the importance of how having a good healthy diet and exercise can actually have students get higher grades and better behavior. So there is a direct correlation with that.はい、ということで皆さん今回はですね、全米一肥満率が高い町マッカレンからでございます。食というのはですね、日々の習慣なんで、身の回りにある大事なことって忘れがちで、で、身の回りにはですね、ものすごいたくさんの危険が潜んでるんだなってね、今回は訪問で勉強させられましたね。まあ、現在僕たちはね、誰かの利権を得るシステムの中に生きてるんだなと今回ね、この街訪問して感じさせられました。まあ、どう選択するかはね、各自自由なんですけど、この街に来ていろいろ教えてくれた人、この街、なんか感謝しかないですね。いやー、でも今回のね、訪問は僕の中ではかなりショッキングな訪問でしたね。まあ、このね、食生活というのは深く振らんかったら全く気づかへんことなんですけど、深く掘ってみて気づくかなり深い闇みたいなのを、なんかつくづくなんか体験させられたような気がします。ということで皆さん、動画がええなと思ったら、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。僕も明日からちょっと食生活見直そうかなと思ってます。ということで、アディオス。